感動です。可愛らしいな。変わんないんです。ちっちゃい時の赤ちゃんの時と笑顔あのままです。やっぱりね、うろうろ泣きそうになるやっぱりそうやって進んでいってくれるのは嬉しいです。今の私があるのはお母さんのおかげです。どんな時でも子供たちのことを第一に考えてくれたね。今ではお母さんは誰よりも頼りになる被害者であり、私の目標でもあります。楽しく、今後ずっと、2人がやりたいことだったり、人生を謳歌できたらいいなと、とりあえず笑うことが大事かなって多分思ってると思います。